アイランドスタイルはリョン・クルーズさんの曲です。アイランドスタイルナタブプの解説では、原曲と同じテンポでナタブプと牛の動画でしたが、今回はゆっくりと牛の解説です。テンポは75にしてあります。いつもの繰り返しにはなりますが、ウクレレとタブプの関係はこうなります。つまりタブプはウクレレの1弦が上、4弦が下ね。ウクレレを構えて、そのまま自分の前に置いた状態が、タブプの4本の線と、ウクレレの4本の弦が同じになります。指使いの指番号です。この曲は同じメロディの繰り返しが多い曲です。またキューブや同じ音が続くなどの特徴があります。技術的には難しいところはないと思います。ただキューブが多いので、リズムが正確でないとキューブの後の弾き始めが合わず、一人で演奏するならまだいいんですが、みんなで演奏するとなるとちょっと困りますよね。メトロノームを使って練習したり、コードリズムストロークを友達に弾いてもらって一緒に練習すると良いと思います。
字は難しくはないと思います。指使いのイラストもこう引かなければならないというものではありません。自分の使いやすい指で引いてください。